花金2023ツアー札幌公演。おういま質問になっております。えー、昨日、KG ドタマとの思い出。で、おととい、KBD 小武道との思い出。で、まあ、3日前、花金2023ツアー札幌公演の感想、えー、などなど、やらしてもろてます。 毎日 YouTube に更新するっていうのはね、非常に大変だけどもね。これもね、実はね、ラッパーになるための、私は準備、もしくは訓練、だと思ってやっている。というのも、もう、Twitter にリンクコア貼っても、全然誰もクリックしねえ。だから、SNS と、 音楽活動というのについて考えなきゃいけないなと思って、となると、YouTube やな。YouTube にまず人を集めよう。っていうことでね、やらしてもろてるんですよ。ただこれが、非常にめんどくさい。<laughs> 誰か、誰か助けてくれ。構成作家。映像作家。あのしばらく、大したお金は払えんと思うが、 青春のつもりでわしと一緒に無賃労働できる、えー、裏方、いたら連絡くれ。頼む。はい。というわけでやってますけどもね。今日はスピンマスター松島えー、8月5日。土曜日、札幌モローゾーン。花金ツアー、札幌公演。その中で私 DJ やらせてもらって。Twitter を見る限り、爆笑。全員爆笑していた。という DJ、何をどうしたのか。 これを振り返りながらお話しさせていただければと思います。ただね、ライブというのはね、これはすべて計算のもとに行われていることなのでね、一生懸命準備してやってますよって。これは別に言わない方がいいことかもしれないけど、準備してやってます。ただ DJ っていうのはね、私普段あんまり DJ やんないんでね、そんなに一生懸命準備しな、しませんでした。<laughs> だからどうなるかわかんなかった。 だけど、ああいうライブが欧米のイベントの DJ っていうのは私は良い意味で休憩だと思ってるんですよ。まずね、私が思う DJ 論ね。これ、お前、大した DJ じゃないのに何言うとんじゃんって思うでしょ だから、あの、違うよって思ったら、違うってコメントに書いてほしいしえ、私の考えとあなたの考えが違っても、どちらが上とかどちらが正しいとかいうわけではないんで、いろんな考え方の人がいるし、あなたの意見大事にしてください。ただ私は、えー、YouTube でお小遣い稼ぎしてさせてもろてるんで、こういう話もしますけどっていうね、それはご容赦くださいっていうことなんですけど、DJ 論っていうね。DJ っていうのはやっぱりね、一日通してのグルーブを作る材料ですよね。 だから、まあ、音楽というのはよく料理に例えられるわけですけど、パーティーというのもね、食事に近いと思うんですよ。朝、うわ起きたおはようございますよしじゃあ、とんかつ食べようぜってなったら、ちょっと重いなっていう。そこにやっぱり、いや、ミネラルウォーターいっとくっていうのが、必要ですよね。 で、そのミネラルウォーターがどんなミネラルウォーターなのかっていうのが、えー、例えばペットボトルで、えー、冷蔵庫からペットボトルでバーン出して、カシャカシャパーン、ポーン、飲む。これはこれでね、いいよね。ただちょっと、それは刺激強いかなって。いや、常温のミネラルウォーターあるよって。でも、ペットボトルで飲むのもちょっと貧乏臭いなとか味気ないなって。いや、でも、お気に入りのコップで飲むよ。ね、常温のミネラルウォーター。 っていう、まあ、流れがあるわけですよ。それは、まあ、ライブって割と、え、一個のね、お料理って感じがするけど、まあ、ね、まあ、グリーンピース入れんのか入れないのかみたいなことで、一個のお料理の中にもいろんなバランス感っていうのはあるけど、え、一日一晩っていうパーティーっていうのがね、まあ、DJ によって、その、いろんな味付けとか、雰囲気作りがされるっていう中で、私は、え、一部と二部の間の DJ だったんですよ。ここは、 私はね、休憩時間だと思った。で、えー、盛り上げるっていうのは、実は、あの、有名な曲をバンバンかけるとか、えー、おめえらーっつって、あのー、まあ、特に花金はお客さんやる気あったから、めちゃくちゃ煽ったら、多分もう、建物、 壊れるみたいなことできたと思うんだよね。その時になんかみんなが好きで有名な曲とかをバンバンかけて、おめぇの建物壊すまでやるやーつって、うらーうわーつっていや、できると思うんだけど、それをやってしまうと、これから2部のライブが続くのに、えー、みんなの体力を温存させるしながらも、ちょっとしたドキドキワクワク感みたいなのがある方がいいと思ったから、休憩だと思ったの、私の DJ は。 だけど、休憩って難しいですよね。静かにすりゃいいのかっていうと、そしたら、なんで静かなんだろう。せっかく遊びに来たのに。今来た人もいるから、思うから、難しくて。で、私はあの DJ 全然上手くないし、でも好きなんですよ、見るのも。見るのも好きだし、まあ、や、やるのも、あの、 非常におこがましいけど、好きなんですよ。<laughs> 申し訳ないけど、好きなんですね。で、まあ、やらせてもらって、えー、るんですけど、DJ というものが好きで、だから私が、あの、できるとかできないとか、えー、な、誰だお前っていうのもあるんだけど、DJ って盛り上げるより、多分、落とすって言われる盛り下げながらもお客さんを返さないことが、多分、非常にクールなことで、 で私これ今日落とす役だって思って落としに行ったんですよ。そしたらね、なんか、なぜか全員、全員爆笑してて凄す,すぎたみたいなね、ことツイッターに書かれてるんですけど。まあよかったなー <laughs> っていう。<laughs> あ,あよかったーと思って。まあお客さんのやる気があるっていうのがね、本当に大前提なんですけどね。 でね、まずね、一番最初にね、かけた曲がね、あの、香水っていうね <laughs>。で、これ、あの、まあ、花金って日本語ラップかけてくれっていうのが一応、こう、ルールというか、あの、で存在してて、えー、8の香水。これは日本語ラップかって言われるとね、まあ、怪しいんですよね。日本語ラップではないな。で、私かけたのね、これ、あの、あんまり皆さん気づいてないかもしれないですけど、えー、A 剣っていう。 方のカバーなんですけど、まあ、A 剣のね、香水は、ヒップホップかもしれないなって思って。で、まあ、私の、今日の私の感じ方、えー、捉え方、考え方っていうのは英検の香水で、カバードバイ英検の香水で、えー、説明書代わりというか、させてもらったんですよね。それが、ま、解説したいポイント。それぐらいかな <laughs> 解説したいポイント。あと、 あのー、あとはね、何したかな、えー、あとは、そう、あとは、あのー、まあ、大体90年代の日本語ラップを多めにかけたんだけど、ええー、何かけたかなまあ、マイクロフォンページャーとか、リノラティーナセカンドとか。 そういうのを前半にかけたかなすごい、あの、暗くて重くて、ええー、まあ、往年のね、ヒップホップ、そういうのをかけて、ええー、まあ、ゆったりしながら、ええー、してて。で、途中途中に、元ネタとか、インストとか、ええー、かけながら、ええー、と、ヨメダ2000の YMCA 寿司を、こう、なんかのビートに合わせて、こう、なんか、 ディレイをかけながら、漫才にディレイをかけながら、なんか流したりとか。あと、ジャルジャルとか流して。本当に一番かけたかったのはマシンガンズだったんですけど、ちょっとね、マシンガンズいけなかったっすね、タイミング的に。みたいなこと言うと、お前 DJ のつもりかいって思われるけど、いや、行きたかったけど、いけなかったマシンガンズ。あとね、あの、証言の振りして、あの、証言の元ネタをかけてて、あれは、あの、クインシー・ジョーンズ、 っていう人の「Food、えー、Needs Forever」っていうなんかのねホラー映画のサントラなんですけど、「Food Needs Forever」っていうの,ののイントロが証言ーゲンのこうデン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 っていう、えー、イントロが証言のサンプリングネタになってそこをね2枚使いするっていうのを <laughs> やったりとかし,したんです。あれはだから証言じゃなくてクインシー・ジョーンズ。 なんです。はい。それも、ま、ああの、一応、言っときたいかな。うん。で、あの、普通2枚使いって、あの、DJ って、えターンテーブル、ミキサー、ターンテーブルっていう、こう、レコードをかけるところが2つあって、2枚使いって同じ曲を繰り返し再生する技なんですけど、こっちでこう、てーん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 、 ニーズフォーエバーみたいな歌が始まるんですけど、歌が始まる前にまた次のこっちの、え、同じ曲の頭、てん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 、風にてんてんってこっちにずっと同じところを再生するみたいなのがまあ2枚使いみたいなことなんですけど、えー、 普通は、最近はもう CDJ をしか使わない人とか、あと DJ コントローラーを持ってくる人が多いから、大抵ミキサーの横に CDJ があるんですよ。だからこういう風にこう2枚使い、えー、こうできる、えー、形で置いてるんですけど、カイトさんもスパイ K さんもコントロールバイナルっていうレコード型のコントローラーというか、えー、パソコンに入ってる曲をレコード、 ターンテーブルの上にレコードを乗せてそれで操れるっていう。かスクラッチするときとか、やっぱレコードとターンテーブルがやりやすいから、こう、ターンテでこうやるんですよ。だから CDJ が、その、ターンテ、こうミキサーがあって、ターンテ、ターンテ、CDJ、CDJ っていう、こう、距離になってて、普通はここでできるのが、こう、一個離れた、ここで、ここでやらなきゃいけないということで <laughs>、こう、一回、こっちのやつやりに行ったら <laughs>、こっち行って <laughs>、こう、やりに行ってっていうのが、 そこがね、見どころだったかなっていう。ああ一番、一番サイドに置かれてるやつで、二枚、CDJ で二枚使い、こっち行って、で、ここ、こっち行って、ってやってるのが、えー、見どころだったかなあ、あそこは。はい。<laughs> そんな感じかな。はい。そんな感じでした。何の話やねんっていうね、感じでございましたけど。あと、明日はね、 えー、てるくんに言われ、言われた衝撃的な一言についてお話ししたいと思います。よければ明日もお願いします。おしょ。